ティップステクニックこんにちは今回はマイクロソフトフォームズで作成したアンケートに回答があったときに Teams に通知を送るフローを Power Automate で作成しますビジネスの場では開催したイベントや従業員の満足度測定 製品やサービスに関して改善点を探したり適切なフォローアップが行えるようアンケートを配布することがありますこのようなアンケートを手軽に作成できるツールとして Microsoft Forms があり Forms を使えばオンラインでアンケートやクイズ投票など好きなフォームを作成しリンクや QR コードで配布も簡単に行えます しかし、このフォームでアンケートの回答を確認するためには、能動的にフォームズにアクセスをする必要があるため、回答を見逃してしまう可能性があります。例えば、オンラインイベントの最後にフォームズアンケートを配布した場合、その場ですぐに回答されたアンケートについては見逃さずに確認できますが、コメントする点がたくさんあるので、後日ゆっくり回答をしようといった方のアンケート結果については、 定期的にこのフォームズの応答欄を確認しない限り、見逃してしまいます。時間をかけて考え、送っていただいた貴重な意見ほど見逃しやすくなってしまうというのはとても残念です。そこで、今回このようなアンケートの見逃しリスクを低減するために、マイクロソフトフォームズに新たな応答があったときに、Teams チャネルに通知を送るフローをパワーオートメーターで作成していきます。 今回は Microsoft Teams の Power Automate アプリ内のテンプレートを基にフローを作成していきます。そもそも Power Automate とは何かについてや Teams に Power Automate アプリを追加する方法については以前アップロードした Microsoft Power Automate リマインドメッセージを自動投稿の動画で説明していますので概要欄のリンクからご視聴ください。それでは早速フローを作成していきます。 こちらが Teams の Power a u t o m a t アプリのホーム画面です。今回テンプレートをもとにフローを作成するので、まずは Teams のテンプレートをすべて表示するを開き、テンプレートを探します。そしてテンプレートの一覧から、フォームで新しい応答が送信された際にチームに通知しますというテンプレートを選択します。一覧から見つからない場合は、 テンプレートの検検索索ウウィンンドウにカタカタナでフォーームとと入力し検索すす。ると表示されますテンプレートを選択するとフローの作成画面が開きフロー名の入力と使用するアプリケーションへのサインインが求められますフロー名はデフォルトで入力されているのでこのままでも良いですし別のフロー名に変更したい場合はこちらに入力します そして、サインインの項目については、このフローで使用するすべてのアプリケーション名横に緑のチェックマークがつき、有効な状態であることを確認し、次へを選択します。どれか一つでもサインインが有効でない場合、アプリケーション名横には赤いエクスクラメーションマークが表示されるので、適切なサインインアカウントの情報を入力します。そして、次の画面ではまず、どのフォームに応答があった時に、Teams チャンネルに通知を送るか、 監視対象のフォームを設定します。監視対象のフォームの ID、項目のプルダウンメニューを開くと、自分が作成したフォームが一覧で表示されます。注意点が2022年4月の現時点では、この一覧に表示されるのは自分が作成したフォームのみで、他の人が作成し共有されたフォームについては、この一覧に表示されないという点をご理解ください。 他の人が作成し共有されたフォームを監視対象のフォームに設定する場合は、プルダウンメニューからカスタム項目の追加を選択し、監視対象にしたいフォームのフォーム ID を入力する必要があります。フォーム ID の確認方法は、ブラウザで該当のフォームを開き、URL バーを確認します。すると URL 内に ID イコール のの後に数字字ととアルファベットの文字列があるかと思いますこの ID=" イコールの後の文字列がそのフォームのフォーム ID です。なので他の人が作成し共有されたフォームを監視対象にする場合はこの ID=" イコール以降の文字列をコピーしカスタム値として入力します。自分の作成したフォームを監視対象とする場合は表示されているフォーム一覧から該当フォームを選択します。 今回は Microsoft Teams 4月19日開催承認アプリオンラインワークショップアンケートを選択します。続いて通知するチーム項目では Teams のどのチームに通知を送るのかを選択しその下の通知するチャンネル項目では通知を受信したいチャンネルを選択します。今回はマーケティング部のアンケート結果チャンネルに通知が届くよう設定します。 以上3項目の設定ができたら「フローの作成」ボタンを押して作成完了です。「ワークフローが正常に追加されました」という画面が表示されたらその時点から作成したフローが利用できます。それでは実際に監視対象として設定した Microsoft Teams4 月19日開催承認アプリオンラインワークショップアンケートに回答をしマーケティング部のアンケート結果チャンネルに通知が投稿されるのか確認をしてみましょう。 アンケート結果をを入力し、し回答を送信しますすると、Teams のバナーおよびフィードに、PowerAutomate さんが新しいメッセージを投稿しました。マーケティング部アンケート結果という通知が届き、アンケート結果チャンネルを確認すると、Update from Microsoft Forms:A new response was submitted。Microsoft Forms からのアップデート。 新たな応答が送信されましたというメッセージが投稿されていますこのようにフォームで新しい応答が送信された際にチームに通知しますというパワーオートメイトテンプレートにフォームズ情報、チームズのチーム、チャネル情報を入力するだけで指定したフォームへの新規応答について通知することができ貴重なアンケート結果見逃しのリスクを低減できますしかしこのテンプレートのままですと少し不便な点があります 何かというと通知メッセージ内のこちらの ViewResponse ボタンに設定されているのは MicrosoftForms のホーム画面へのハイパーリンクであるためこのように Forms アンケートをたくさん作成している場合こちらの画面が開かれてもアップデートの通知があったのはどのフォームに関してなのかがわからないという点ですそこで今回はこの ViewResponse ボタンを押したとき 該当のフォームにアクセスできるようにテンプレートを元に作成した自動化フローを少し編集しようと思いますテンプレートを編集するには Teams で Power Automate アプリを開いてホームタブから該当のフローを開きますそして左上の編集からフローの編集画面を開きます編集画面が開いたら Teams アイコンの ポストアダプティブカード in a chart or a channel を開き、アダプティブカード項目で https://forms.office.com の URL が記載されている箇所を探します。今回、この URL を自分で作成した Microsoft Teams 4月19日開催承認アプリオンラインワークショップアンケートのフォーム URL に変更し、 Teams に届いた通知のビュー・リスポンスボタンを押したときに、直接フォームが開くよう変更します。フォームズの URL 取得方法は、フォームを開き、右上の3点リーダーから共同作業または複製を開き、共有して共同作業するの URL をコピーして取得します。 ちなみにこの URL を使ってフォーム画面にアクセスできる人を制限するために3つのオプションが用意されていますが一番下の自分の組織内の特定ユーザーが表示および編集可能の URL を選択する場合は注意点がありますこの URL をビューリスポンスのリンク先に設定する場合ビューリスポンスボタンからフォームにアクセスできる人はフォーム図画面で指定した特定のユーザーに限定されるという点です 特定のユーザーとして指定されていないチームメンバーがこのビューリスポンスをしてもアクセス権がなくフォーム画面が開けないという点にご注意ください。今回は自分の組織内のユーザーが表示および編集かというオプションを選択して URL を取得しリンク先として設定します。ちなみにこのアダプティブカード内にフォームの URL を設定する際ダブルクォーテーション URL=" のの後のダブルクォーテーション内に URL を貼り付けてくださいダブルクーーテーションなしで保存してしまうとリンクにアクセスできなくなってしまうのでご注意ください URL の変更がでできたら保存して完了ですさらにオプションですが通知メッセージを英語ではなく日本語にしたいという場合はこちらのアダプティブカード内のテキスト項目の文字列を日本語の文章に変更してみてください今回こちらの a new response was submitted というメッセージを新しい応答が送信されましたと日本語で表示されるように変更してみますこのテキストも先ほどの URL と同様変更する際にはダブルクォーテーションを消さないようご注意ください消してしまった際にはもう一度表示させたい文字列の前後に半角でダブルクォーテーションを追加してくださいこちらで変更できたので保存します さて、それではもう一度フォームに回答をして、変更した内容で通知が届くのかどうか確認をしてみましょう。アンケート結果を入力して送信します。すると、バナーとフィードに通知が届き、投稿を見てみると、まず、アダプティブカードの表示について、変更した通り、新しい応答が送信されましたと日本語の表示になっていることが確認できます。 続いて「ビューリスポンスのリンクもこのように指定したアンケートページにアクセスするよう変更できていることが確認できました。こちらからすぐに応答を確認することができます。今回は Teams の PowerAutomate アプリ内のテンプレートを少しカスタマイズして、ホームズアンケートに新しい応答があったときに指定した Teams チャンネルに通知を送るフローを作成しました。 見ていただいた通りテンプレートに少し手を加えることでより使いやすいフローになりました一から全て自分で作成するよりも短い時間で作ることができますので皆様も是非テンプレートを活用してみてくださいそれでは今回の動画はここまでですまた次回の動画をお楽しみに